右大臣、佐根友は、太宰治の長編小説。1943年に、書き下ろしの単行本として刊行された、著者初の歴史小説である。歌人としても名高い鎌倉幕府三大将軍の、源の佐根友の人生を、その家来が、佐根友の死去から20年を経て語る形で描く。佐根友の暗い人生と自分の滅亡の民意識を重ね合わせた作品である。 ダザイは依頼を受けて執筆に着手し、アズ鏡、近海和歌集、上級軍物語、マス鏡といった歴史資料を利用した。これらは本文中にも引用という形で使用されている。ただし、多くの引用がなされている、アズ鏡については出典そのままではなく、文章の改変を伴っていることが、研究者から指摘されている。ダザイは観光前に、 雑誌、文学界1943年4月号に発表した短編、鉄面皮』において、本作の執筆に触れ、執筆中の一部を抜粋しながら、少年の頃からサネトモについて書くことを念願していたと記し、るし、1936年の入院中の日記という体裁のヒューマンロストにサネトモを忘れずと書いたことを挙げている。作中では、 独立したセンテンスで示される、サネ友のセリフに限って、カタカナで表記されている。語り手は、12歳の時に、初めて将軍家の近所となり、その直後に、全身入道の邸宅が焼けて預けていた書籍が、消失しても、入道の泣く様子を自分と一緒に笑ったのを見て、一生離れ難いという尊崇の念を抱く。放送にかかって、顔に、アバタが残っても、 すぐなれるものですという将軍家を、こんな澄んだ心境には何年かかってもなれないと思う。将軍家五代所の実家に勤める侍から、土産として、古今和歌集を送られると将軍家は、松代までの長方ですと喜び、さらに万葉集や新古今和歌集もたしなむとともに、京都の風情に憧れ、京都の土産話を、とは明るくて良いと喜んだ。平家物語の美和語では、 何の裏の戦いの描写に、平家は、明るい、明るさは滅びの姿であろうか。人も家も暗いうちはまだ滅亡せぬ。といった感想を口にした。和田左衛門の城が、数瀬国史を望んだ折に、二飼がそれを拒んだことや、総州が将軍家に、歌も良いがと言いながら、弓の試合を進めて開催したこと、総州と、広本入道が、 武芸の後ではない主演が苦手だと将軍家に話したことを語り手は決して将軍家が彼らと相論したり還元されたのではなく分け合い合いとしたものだったと語る。そして将軍家はその頃から周囲の者の相談を待たずに政務では見事な決裁を見せたという。馬屋と王子の自責に関心を抱き予知むすら見たという将軍家を語り手は 馬屋と王子に及ばぬまでも私たちとはまるで根元から違うと簡単する。将軍家が二十歳となった年には、三浦平六平衛や和田左衛門の城の関係する、もめ事に史上を挟まぬ決裁を示し、豪雨が止むことを望む歌を詠んだことと合わせ、関東の大長寺あたる堂々のご観録と、語り手は話す。二大将軍源、頼家の子息、全在が、 仏門に入り苦行の名となって挨拶に来た時には将軍家は学問はお好きですかと尋ね無理かもしれませぬがそれだけが生きる道ですと話した同じ年の秋鴨の長明が鎌倉を訪れ主演が開かれる長明は無礼とも見える振る舞いをしたが名誉欲だけは捨てられないと話してから将軍家の歌を褒め出しただ恋の歌などの嘘を読まないようにと悟す その後、長明は、後大将の命日に度胸、作家して、京都に帰り、数ヶ月後に、北条記を世に送ったので、語り手は、将軍家との対面が、北条記の短所になったのではという気がしてならないという。一方、将軍家は、恋の歌をあまり作らなくなり、作家に苦しむようなそぶりも増えたが、それでも将来大将軍になるような、頼もしさを備えるようになっていた。 建略2年、相模川の橋の修理を、後大将の落馬や発願人の重成が、非合の最後を遂げたことを理由に中止しようという、家臣に対して、橋がそれらの出来事の原因ではない、橋があれば庶民が喜ぶから進めよと命じた。この頃歌も上達して五代所とも中睦まじく、五所の女房に結走することなどなかったと、語り手は話し、21歳。 二十二歳の頃が、最もお得意のご時期ではなかったかと思われてならないと、いう。武芸に優れて、歌が似合わないような歌心も歌を読むほど歌会は盛んになり、将軍家は朝廷への数形の年は、いよいよ熱くなった。聖人に除せられた時に読んだ、山が、酒会が汗なむよなりとも、君に二神心我がアレメラモを含む歌は、素直な忠義の責心の現れであると、 語り手は述べ、また箱根に赴いた時の歌を、鎌倉と京都の間、あるいは五代所と別の女性の間で揺れているなどという向きがあるのは残念でならないとも言う。権略三年、泉小次郎親平の倒幕の計り事が露見し、そこに和田左衛門の城の子息二人が加わっていた。将軍家は目をかけている和田左衛門の城からの単眼を入れて二人を赦面した。ところが、 その直後に今度は老いにもその疑いが発覚したとき、将軍家は積極的に動かず、総集が許さないという旨を左門の上に伝える。語り手は、総集を正しいことをすればするほど、そこに何とも不快な悪臭が湧いて出ると評し、和田左門の上の面目を顧みない、総集のやり方を批判的に記す。和田左門の上の演者の屋敷などの承知を、 将軍家は一度決めても、総集の反対意見にこうすることなく従っていった。ついに、和田左衛門の城が反乱を起こす。その真意は、総集と広本入道を中止して、将軍家を守ることだったが、二人が将軍家の側にいたことで、結果的に将軍家に弓引くことになった。総集の出した追悼命令文案を、将軍家は、これは、誰の文章ですと呆れたが、 総集は、将軍家には戦う者の心が分かっていられませぬと、怒り、将軍家はそのまま承認した。これが二人が口論した、唯一の例だと、語り手は言う。反乱は鎮圧され、和田左衛門の城は討ち死にした。この夜はさすがにただうつむいて、思案の様子となり、炎の見虚空に見てる阿び地獄行方もなしというも、墓なし、神と言いふつというも世の中の人の心は、 他のものかはという精算な世相を反映した歌が読まれた。泉小次郎親大らの計り事の発覚以降、将軍家は以前ほど政務に力を入れなくなったが、朝廷と寺社に関する話には、熱心だった。反乱で焼けた古社の再建に取り組んだ。若もその年あたりが一番熱心で11月には、近海和歌集を出した。9月に、アジャリ重慶が、 ゲ野ヤ国で反乱を起こしたと伝えられると、長沼頃、宗政を派遣した。宗政が重刑を打ち取って、首を持ち帰ったところ、将軍家は酔いまじりに、誰が殺せと言ったか、生け取った話を聞くべきと話し、宗政はそんなことをすれば、慈悲の嘆願を許すのは、必要、無本人を生かすようでは誰も幕府に忠説を尽くさなく、なると捨てゼリフを吐いた。だが、将軍家は、 武将はあれで良いのですとだけ口にした。その後も将軍家は和歌還元に短力した。しかし和歌も翌年以降はめっきり減った。将軍家はその頃何事も十年です。あとは余生と言って良いとしきりに話していた。憲法二年から三年にかけては天変地異が相次いだが将軍家の遊興は続き謹慎すべきという声も上がった。それでも乞いをすれば。 雨が降り、不作を見越して、年貢の減免を決めるなど、それらしい振る舞いも見せた。将軍家が、官位の昇進にばかり熱心という見方に、広本入道が、皇太将の孤児を引いて今しめてもそれを深く受け止めたようではなかった。憲法四年に、僧人の陳奈家が鎌倉に来て、船を作れるという話に、将軍家は、私僧を決断、船を作らせた。だが、 船は完成しても浮かべることはできず、陳家家も遁走して挫折した。その頃、苦行が鎌倉に来た。語り手には、将軍家が苦行を嫌っているように見えた。語り手は、将軍家から話し相手になるように言われ、夜総員に行くと、私総選の残骸の残る海辺に誘われる。苦行は残骸に集まるカニを取って焼いて食べながら、語り手に話す。自分は、死のうと思っている。 京都は南へ棒で嘘つきで反省力も責任感もない嫌なところだが、だからこそ自分が住むのに向いていた、と。その上で、おじ上が京都を主体ながら行こうとしないのは田舎苦行と言われるのが怖いからだという。田舎で田舎者のままの人間なら良いが、自分のような山師と奇妙な上品がっている田舎者はいけない人間だと。そして、 北条家は将軍家が気が違っていると考えて何を言われても逆らわずに、はいはい言っているだけだ。鎌倉にいる人間は古代所以外は皆馬鹿だという。語り手が切りかかる特業は立ち去った。天保六年も将軍家は、有興にふけり、寺社の行事も儀式は派手になるものの謙虚な信仰が、なくなっているように語り手には思われた。簡易女会を祝う俳画も壁になり、 語り手はかつて将軍家が口にした明るさは滅びの姿であろうかという言葉が蘇った。天保7年に1月27日、苦行による、サネ友暗殺を、あずま上級軍物語、マス鏡の引用で示して本作は終わる。ありがとうございます。